デンマークの植民地では、デンマーク・グリーンランドは、バイキング時代、995、6年の赤毛のエイリークによる発見以降、アイスランド人やノルウェー人が入植した。中世には、司教区が置かれ、22堂の教会や2つの女子、修道院が存在した。1261年、グリーンランドは、ノルウェー王国領となった。1397年に、カルマル同盟が成立すると、グリーンランドは、デンマーク・ノルウェーに継承された。15世紀に、ノース人のグリーンランド植民地が消滅した後、ヨーロッパ人は長らく、グリーンランドを訪れ入植することがなかった。1721年、ルター派の牧師、ハンス・エゲデがグリーンランドに上陸し、現在のヌークにあたる町を建設した。1814年に、キール条約が結ばれ、ノルウェーがスウェーデン王国に割譲された際、グリーンランドはデンマーク領のまま残った。第二次世界大戦中の1943年、アメリカ合衆国が中陸軍基地を建設した。これによりグリーンランドの戦略的な重要性が確認され、1945年以降はグリーンランドの開発が進み、冷戦においても戦略的に重要な位置を占めた。この発展の背景には、航空機や砕氷船の技術が発達し、補給が容易になったことも関係していた。行政上も、格下の植民地だったグリーンランドは19世紀以降発展していき、1953年にデンマーク憲法が適用される正式なデンマーク領となった。デンマーク領西インド諸島の一部だったセントクロイ島の方言スボー。1833年の絵画デンマーク・ノルウェーは、1671年にセントトーマス島、1718年にセントジョン島を獲得し、1733年にフランスからセントクロイ島を購入した。これらの島はすべて砂糖を経済基盤としていた。デンマーク領西インド諸島と総称されるカリブ海の島々は、1917年にアメリカに$25,000,000で売却された。もとよりこの島々では貧しい英語話者の暴動が絶えず、1870年代から何度か売却計画が持ち上がっていた。デンマークのカール・サーレ政権は本国で選挙の実施に抵抗しており、西インド諸島植民地の売却によって事態を打開しようとしていた。アメリカは諸島を海軍基地として使いたいという希望があり、両者の利害が一致して、1917年に売却が成立した。1917年以降、この島々はアメリカ領バージン諸島と呼ばれている。インドにおけるデンマークの入植地トランケバルのデーンスボー砦。1658年頃にオベグイエディが建設した。17世紀から19世紀にかけて、デンマークはインド亜大陸の各地に小規模な植民地や貿易拠点を建設した。最終的にそれらの地のほとんどは、インドにおける覇権を握ったイギリスに売却あるいは割譲された。経済的には、こうした植民地は、香辛料貿易や、より東方の中国などとの貿易で繁栄した。トランケバルの植民地は、若干の中断を挟みながら200年以上にわたり、デンマークの支配下にあったが、1845年にイギリスに売却された。1755年、デンマークはフレデリクスナゴールを獲得し、後にこれに現在のアクニーやピラプールにあたる地も加えた。この植民地はイギリス領カルカッタの約 25km 北方に位置していた。1818年に建設されたセランポール大学は現在でも存続している。1845年、この植民地に属するすべての都市はイギリスに売却された。1754年から1868年にかけて現在のニコバル諸島にフレデリク諸島あるいは新デンマークという名の植民地を建設する試みがなされた。フェロー諸島は1035年以降ノルウェー領であった。しかし1814年のキール条約でデンマークはグリーンランドと共にフェロー諸島もノルウェーから継承した。1851年、フェロー諸島はデンマーク憲法が施行される正式なデンマーク領となった。1835年のレイキャビクアイスランドも、もともとノルウェー領でありながら、キール条約でデンマーク領となった土地である。人口増加に伴い独立運動が大きくなると、デンマークは1874年に自治法の制定を認め、1904年にさらに自治権を拡大させた。1918年にはアイスランド王国が成立し、デンマーク王の同君連合の下で、形式上はデンマーク王国と対等になった。1940年から1945年にかけてデンマーク本国はナチスドイツの占領下に置かれた。その間にイギリス軍やアメリカ軍の占領を受けたアイスランドは国民投票を経て1944年6月17日にアイスランド共和国として独立を宣言した。13世紀から14世紀にかけてデンマークは現在のエストニアの一部をエストニア公国として支配していた。歴史形は遡及的にデンマーク領エストニアと呼んでいる。1559年、クールラント及びウーゼルビーク司教のヨハンネス5世、フォン・ミュンフハウゼンが自身の領土をデンマーク王フレゼリク2世に3万ターラーで売却した。フレゼリク2世はこの地を弟マグヌスに与えた。マグヌスが1583年に死去すると、ポーランド・リトアニア共和国がクールラント司教領に侵攻したため、フレゼリク2世は継承権を売却した。1645年のブレムセブルー条約で、デンマーク領だったサーレマー島がスウェーデンに割譲された。グリーンランドとフェロー諸島は、現在でもデンマーク領である。グリーンランドは1953年に植民地の地を脱し、デンマーク王国の構成体の一つとなった。また1979年には自治法が制定され、2009年にはさらに自治が拡大され、民族自決権が認められた。同様に、フェロー諸島も1816年に県としてデンマーク王国の構成体となり、1948年に自治領となった。ありがとうございます。